こんにちは。カナダ在住のメタスです。世界レベルの監視暴露、その名もペガサス。ワクチン情報隠蔽疑惑裁判ということの話をしていきたいと思います。はい、最初にですね、ちょっとやろうかどうかめちゃめちゃ悩んだんですが、ちょっとやってみたいと思います。かなり、あっさりめにいきたいと思うんですが、情報隠蔽してるんじゃないかっていうですね、そういう疑惑が裁判の中に今、つつかれてるよっていう話ですね。ちょっと詳しいこと話しすぎてしまいますと怒られちゃう気がしますから、このランツさんという方がですね、今回担当している弁護士です。で、この方の弁護士事務所のホームページにですね、訴状であるとか、あとは宣誓供述書っていうのがですね、誰でも見れるようになってますから、そちらの方リンク貼っておきますから、そちらで確認していただけたらなというふうに思います。はい。で、何かというとですね、皆さん、VARS っていうシステム知ってますか？ VARS ってこれ読めばいいんですかね？ちょっと発音よくわかんないんですが、これはまあ昔からあるシステムなんですが、アメリカ国内で、その接種した後、ワクチンをですね、まあ、どんな風になったよっていうことの途中経過とかがわかるような、そういう情報のシステムになってるんですが、そこを見るとね、例えば亡くなった総合系であるとか、もう回復した人ですよとか、アナフィラキシーを起こした人の人数とかね。まあそういうのはいろんな細かい情報とかも見ることできるんですが、例えば宣誓供述書が作成された時だと思うんですが、7月9日の時点で9048人が接種をした後に亡くなってしまいましたということが報告されてるんですね。一応因果関係とかが確かはっきりしてないということで突っ込みとかいろいろあったかと思うんですが、今出てる話が、この9048っていう数、かなり少なく見積もられてませんかっていうような指摘があるんですね。この前上院議会でも、マルーンっていう名前だったっけな、なんか博士がですね、まあ、証言に立ってましたが、まあ、それに近い話になりますね。保健福祉省の下部組織で勤務をしているというか、まあ、多分、請負いなのかな、をしているジェンさんっていう方がですね、実数は少なくとも4万5000人だっていう試算を出したんですね。これ注意してほしいんですが、あくまでも試算です。で、計算方法とかね、ちょっと不明な点が多い、その宣誓供述書だったんですね。2ページ分だけしかないですし、なので、まあ、裁判の進捗に注目して、どんな発言が出てくるのかっていうところはね、見ておこうかなっていうふうに思ってるんですが、なので、まだ、その、確定ですよっていうわけではないんですが、まあ、これが事実だとあるので、あれば、3万6000人分、少なく公表されてるよねっていうことになるわけなんですよね。で、まあ、その数を多いと見るか少ないと見るかは人それぞれだと思うんですが、どう考えても、この、ワーズを管轄して CDC だと FDA かな、の人たちからすると、まあ、かなりまずい数字だよねっていうことで、まあ、隠しているとしか見えなくなるわけなんですよね。なので、このあたりに関しては、本当にどんな話なのかっていうのは、まだ確定じゃないので、そこだけご注意いただきたいんですが、とりあえずこのジェンさんっていうのはそういうなんかシステムとかの、具体的にね、この HHS のどっかの組織のデータに触ることができるような、そういう人なんですね。多分直接のデータを見たっていうわけじゃないと思うんですけど、書いてる感じ。ただ、まあ、彼女かな、多分。彼女の、その、専門的25年以上のそういうエンジニアリングの経験からいくと、まあ、多分実数4万5000人だろうというような話だそうです。はい。っていうようなことがありますよってこともですね、ぜひ皆さんの頭の片隅に入れていただければ、まだこれが真実だっていうふうに確定したわけではないんですが、こういう話もありますよっていうことをですね、覚えておいていただけたらいいかなというふうに思います。はい。では話ガラッと変わりまして、全世界規模のスパイ活動暴露ということで、これね、その先進国がかなり絡んでくるっていう話じゃなさそうなんですね。ただ、まあ、これからですね、いろいろな世界のニュース見ていく中で、突如ですね、あれ、あの国なんでこんな中ドロドロしてんのみたいな話になってきた時に、これが原因かもっていう風なね、ことになるかなっていうふうに思いますから、まあ、その世界のニュースを見るときに必要な知識かなというふうに思いましたので、今回ご紹介していきたいと思います。イスラエルに拠点を持っている NSO グループっていうところがですね、スパイウェアソフトウェアの、ペガサスっていうものを開発販売しているんですね。これ世界各国の諜報機関であるとか法執行機関が買っているんですけれども、もともとはテロ活動であるとか、あとは犯罪捜査、まあ、要は国内の捜査に使ったりとか、あとは国際的なテロ活動ですよね。その予防のための目的で開発されて販売されているわけなんですけれども、各国政府で乱用されていたという疑いが流出した文書から発覚したということなんですね。これフランス拠点の NPO 団体が入手したもので、今現在ガーディアン含めて18社ぐらいのメディアがこれに協力して、どんどん調査というか捜査をしているそうですね。はい。で、2016年以降でこのペガサスを使った対象者っていうのは5万人以上だったと。
で、そのうちの1万5000人がメキシコにいる人だそうですね。はい。で、メキシコにいる人ね。メキシコ政府が、1万5000人を誰かしら対象にしてるって意味ですね。はい。で、世界40カ国に販売されていまして、それぞれの国の軍隊、法執行機関、諜報部門などなどが使用しているということで、世界40カ国に販売されて、で、なんかその対象になっているリスト、これが今回流出したようなんですが、そのリストね、45カ国分ぐらいあるらしいんですね、その対象国としては。っていうことを考えると、これその、売った国よりも多いわけですから、そうするとね、どこかしらの国は間違いなく、他の国へのスパイ活動にも使ってるっていうことになりますよね。ということで、僕は全世界規模っていうふうに一応言わせていただきました。はい。で、このペガサスってどんな仕組みなのかって言ったら、これまず、標的はですね、スマホです。Android、iPhone 関係なしにそれをターゲットにする、いわゆるマルウェアで、メッセージ等々を送りつけて、で、なんかそれをね、開けさせたか何かの時点で感染させることができるっぽいですね。はい。ただなんかね、最新版ね、ゼロクリックって書かれてますから、ちょっと僕よく理解できてませんが、送りつけられた時点でアウトなのかなっていう、そういうふうにちょっと思っちゃったりとかしてます。はい。ちょっとごめんなさい。この辺ね、詳しくないんでよくわかんないんですが、とりあえず何かしらの方法で感染させると。じゃあ、感染したらどうなるのって言ったらもう何でもできるようになります。もうメッセージ類見ることできたりとか、保存されている画像動画見ることができたりとか、あとマイク、カメラを勝手に起動させて、で、盗聴盗撮もできるし、GPS を追うことによって、位置情報を確認することができるし、なんだったら移動してたらどれぐらいの速度で移動してるかっていうのもわかると。いうことで、実際メキシコではどうやら暗殺に使われた可能性があるというふうにも言われています。はい。で、あとは、カレンダー見ると計画とか、予定も分かっちゃいますよね。で、これでね、その先に、ね、資格を送り込んでおくってこともできると思いますし、盗聴することもできると思いますしね。はい。で、あとは、電話帳を見ることによってね、重要人物のデータをね、盗み取ることもできると思いますし、何でもできると。いうのがこのペガサスっていうものです。はい。で、基本的にターゲットになってたのってどういう人なのかなって言ったら、5万人いるっていうふうに言いましたが、まだね、名前全部公開されてはいないんですね。一部は分かってるんですが、今現在その18メディアとかがですね、寄ってたかって今その情報の精査をしているところですね。はい。で、一応ですね、分かってる範囲内だと、大企業の取締役、宗教関連の人、教授、NGO 団体、労働組合、政府職員、閣僚、大統領、総理大臣含む、で、人権活動家、民主活動家、政権批判者、政治的対立者、ジャーナリストなどなど、もう本当に幅広い人物がターゲットになっているということで、おそらくそれこれ販売された、購入した国が自分たちにとって敵となり得る人たちに、使っていたっていうことがここからわかるかなと。本来であったらテロリストに対して使うとか、犯罪捜査に使うはずが、そうじゃないところで使われていた可能性があるということですね。はい。一応日曜日の時点でね、世界180人以上のジャーナリストがターゲットになったよということも判明してまして、例えばフィナンシャルタイムズ、CNN、ニューヨークタイムズ、AP 通信、エコノミストなどなどということで、アメリカとかね、いろんなその先進国のところも対象になっていた可能性があるということがここからわかるかなというふうに思います。はい。じゃあ、具体的にどんな国が使ってるのかっていうところ、これかなり気になると思うんですが、世界40カ国に販売されて、そのうちの10カ国はもう特定されたということなんですね。一応非公開だったんですが、その流出したデータの中から分かってきたと。具体的には、アゼルバイジャン、バーレーン、カザフスタン、メキシコ、モロッコ、ルワンダ、サウジアラビア、ハンガリー、インド、UAE ということで、決して先進国と呼べる国ばっかりということは、できないかなっていうふうに思うので、共通点としてなんとなく思いつくのは、インドはちょっとあんまり思わなかったんですが、自国でのそういうものの開発が困難な国っていうところ、いわゆる途上国っていうふうな括りにできるかなっていうふうに思うんですが、そういうところがイスラエルから買い取って、で、使用してるんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、これ、そもそもその販売元がイスラエルの、会社になるわけなんですけれども、そのイスラエルがどんな風に感じてるのかとか、どこまで把握してるのかって言ったら、間違いなく全部知ってたと思います。というのも、このスパイウェアを売るっていうのは、いわゆるこれ輸出をするんですよね。で、かなり国防にも関わることですから、必ずその防衛省がこれに関わってくるんですよ。で、厳格な審査しているっていうことがあるそうですので、イスラエル政府はどこに売られていて、で、どんな使われ方してるのかっていうところまでは、大体知ってて当たり前かなっていうふうに思います。
はい。ということを考えると、この後イスラエル政府にもなんか飛び火が来るかもしれないよねっていうところですよね。はい。で、まあ今回の話は、まああくまでもこういう、そのいわゆるあんまり発展、まあじゃなかった、あんまり先進国と呼ばれるような国ばっかりじゃない可能性があるなっていうふうに思われるんですが、まあとはいえ、じゃあ先進国やってないかって言ったらそんなこと絶対ないんですよね。間違いなく同様のことが起きていると思って当たり前だと思いますし、まああの NSA の開発したプリズムがいい例ですよね。あのスノーデンが暴露したやつですね。あれも確かガーディアンがなんか第一歩だったような気がするんですが、まああんな感じのものをそれぞれの国が開発して、で自分の国民に使って、で、まあ一応ね、あの外国人にしか使ってないという定義でしたけれども、はい。で、多分ね、このイスラエルから買っているようなところっていうのは自分たちで開発するのはちょっとしんどいというところは、まあこうやって他国から入手しているのかなっていうような感じですね。はい。っていうようなことが分かってきました。で、特にですね、先ほどもですね、あの続報でインド、もうかなりこれ火の手上がってきそうでして、モディ首相がですね、その2019年の時の選挙前に、その選挙の野党側って言えばいいのかな今の。のトップの人か誰かを、まあ、それをプリズムじゃなかった。ごめんなさい。ペガサスを使って、監視していたっていうことがどうやら分かっているということだそうなので、多分インドもこれからごたごたしてくると思います。っていうふうに、いろいろな、この対象となっている国がですね、これからごたごたしてくると思うんですが、なんでそんなことになっているのかって言ったら、こういうものが暴露されたからということですね。はい。ということで、まあ、これからもですね、続報ちょっと気になる、僕自身ちょっと気になりますから、これからもですね、追っていきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後はですね、寝かけのデブちゃんと、一応半目開いてるけど寝ているタヌキくんでお別れをしたいと思います。はい。まあ、これがあの僕のベッドの下でよくある日常風景ですね。最近ほんとベッドの上に来てくれないのが悲しくてですね。で、今、新しいベッドというかもう次はね、ベッドじゃなくて、マットレスと、なんかその上に敷くフォームマットみたいな、それだけにしようと思ってます。はい。そうするとね、下に侵入することできなくなりますから、強制的にですね、たぬきくん僕の横で寝ないといけなくなると思いますから、強制的に一緒に寝られるようにしたいなっていうふうにも思ってます。はい。っていう、典型的なダメな、飼い主でございました。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。